エルンハルト・クラインはドイツの作曲家。クラインはケルンに生まれた。彼はリリー・パルテイと結婚した。彼女はグスタフ・パルテイの妹であり、フリードリヒ・ニコライの孫娘である。彼らの娘であるエリザベート・クラインは1846年7月5日にエジプト学者のカール・リヒャルトレプシュースと結婚した。クラインはパリ音楽院で学んだ後、 ケルン大聖堂の音楽監督になった。1819年にはカールフリードリヒ・セルターの求めに応じてベルリンに移り、そこで生涯を終えることになる。彼は1820年に王立教会音楽大学の作曲家教授となり、またベルリン大学の音楽監督となった。彼は友人で音楽批評家のルートビヒレルシュタープと共に、 第2ベルリン歌曲評議会を立ち上げている。クラインの作品には、オラトリオ、ミサ曲、マニフィカと、カンタータ、詩幣、聖歌、モテットがあり、また3つのオペラ、歌曲、ピアノ曲もある。彼の保守的な作曲姿勢は、アントンティボーの影響によるものである。注釈、ありがとうございます。